皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日はリビング企業アカデミー3つの特徴についてお伝えしたいと思います。リビング企業アカデミーはですね、主に3つの構成要素からなっているプログラムになります。まず1つ目ですね、こちらの方はですね、ビジネス、まあ、当たり前ですけれどもビジネスをお教えしています。そのビジネスの領域も多岐にわたってるんですけれども、メインはですね、まあ、経営戦略ですね。基本のどういうビジネスモデルを作って、まあ、どういうふうに稼ぐための、まあ、プラットフォーム、基礎基盤ですね、これを作っていくかっていうことを、一緒に考えて構築していくっていうところをやった上で、まあ、それに対して必要なツールですね、ホームページを作っていくとか、あとそれに対してさらに集客をかけるためのツール、 Facebook、Instagram、ブログ、あとは YouTube、 LINE アット、メルマガなんとかとか、まあ、いろいろツールたくさんあるんですけれども、そのツールをどういうふうに効果的に使っていくかっていうことを含めてお話をする。あとはまあ経営の方になりますので、数字になります。なのでもちろん年間計画みたいなのをどう組んでいくかと、月々のまあ売上のチェックの仕方と、あと当然そこに関わってくる価格戦略ですね。教室のメニューとかは割と皆さんその近隣教室の価格をポッと見てパッと決めてしまう方とか多いんですけれども、そうではなくちゃんと理由と理論と内容と、例えば1年3年5年を見た状態で価格をつけていく必要があります。だから必ずしもものすごく高くしなきゃダメとか、この値段で安すぎるからダメですとかっていうことではなく、ちゃんと理由と事情とその先に向かっていく戦略があれば問題はないと思っているんですが、そのあたりを一緒にチェックしながら作っていくということで、まあ、トータルでビジネスを見ているのがビジネスの領域です。で2つ目の領域はデザインの領域になります。もともとついてきた職業がデザイン関係の職業で、特に一番実務として長かったのが、まあ、インテリアコーディネーターになります。インテリアコーディネーターの方はやることが多岐にわたっていて、家の内外装を全部含めてと、あと実際に図面を書き起こしたりとか、カラーリングっていうとカラーの知識、あとまあちょっと高級な方のオタクとかになります。テーブルウェア、テーブルコーディネートみたいな話に及んだ状態で、まあ、カーテン決めたりとか、まあ、壁紙決めたりとか、まあ、そういったこともずっとやっていたんですね。ですからデザインの部門ではコンピューターを使ってそれを表現したりとか、実際に撮った写真を加工しながら、それをこう表現していくっていうこともお教えしていますので、実際に写真を撮る技術ですね、それを加工する技術で、その写真を効果的にウェブサイト上に配置する技術、こんなところも含めてお教えしております。ですので、デザインっていう部分のその作り上げていく基本コンセプトの考え方と、あとはそれを表現する文章ですね、コピーライティングと言われるところになるんですけど、文章の方も、私自身が、まあ、電子書籍の、クリエイティブディレクターということで電子書籍の方もお教えしてますので、書籍っていう観点からも当然チェックをしますし、私自身も普通に商業出版っていう本も書いてますので、まあ、文章っていうことも一緒にお教えしていく形になっているので、文章と写真、これを一体化させたページを作っていくというデザインですね、これをお教えしていきます。なので一人の人間で経営とデザインと両方を教えられるっていうのが、まあ、大きなまず一つのメリットになってきます。そしてそれに加えてマインドの部分ですね、マインドの部分は実際に先生をコンサルティングをしていて、前に進めない方の、まあ、共通の特徴っていうのは、その自分の中に限界値を決めたりとかブロックを持っていることによってなかなか前に進めないっていう方が多くてですね、でそれを、まあ、一つこう殻を破るというか、まあ、私的にはですね、まあ、非常識に考えて行動するっていうことになるんですけれども、そこの後押しをして差し上げるためにどうしてもマインドブロックっていうのを外さないといけないところがありまして、
まあ、それをこう無理くりっていうよりは自分の中にあるものを気づいてもらって前に進む後押しをするっていうのが、まあ、私のやり方になりますので、それをまあ気づいてもらうきっかけとしてフューチャーマッピングを使ったりとか、あとはあの人生すごろくみたいなまあそんなものを使いながらご自身の本来の、願望ですね、あるべきものっていうのは自分の中に答えが本当はあるんですね。でそれを引き出して、ビジネスの中にどう展開していくかっていうのを、まあ、心理学的な、あの私はその心理学の別にコーチングとかやってるわけではありませんないんですけれども、営業職を長くやっていて、営業で、まあ、人とこうコミュニケーション取りながら物を買っていただくっていう部分においては、どうしても顧客心理っていうものを理解できないと物って売れていかなくて、自然となんかどうやらそういう感覚が身についていたようです。なのでそのマインドの部分を、どう自分の事業に生かしてっていう転換をしていく、思考の考え方ですね、それをお伝えしていくっていうのがマインドの部分になります。ですので3つの大きな特徴としては、ビジネス、デザイン、マインド、特に私はこの実はマインドの部分を重視しております。ですのでそれをあってのビジネス設計っていう形でやっていきますので、まあ、そんな組み方、自分の、思考も自由に、表現して縛りはなくした状態でワクワクする楽しい、人生をこれから先送っていきたいっていう人には非常に喜んでいただけるプログラムになっているんじゃないのかなっていうふうに思いますので、そんな、私と一緒に前に進んでみたいという方は、ぜひご検討いただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは。